で、あとですね、今日っていうか昨日の夜あたりですかね、ツイッター上で港区男子 A っていうのが現れてきてまして、まあ、三木谷さんの方がもう体中入れ墨の人にシャンパンバーってかけて、その後余ったシャンパンを一気飲みしてダッパ飲みしてるっていう動画が出ているんですが、まあこういうのが出てきて、まあいろんな人がね、三木谷さんのこう裏の顔というか、まあ別にあれが悪いとまでは言わないんですけど、まあでもああいうことしてるんだったらしてるでね、シャンパンなんてこうやって人にぶちかけるものじゃないでしょうからね、普通に考えれば。あれおそらく何万何十万するシャンパンを人にかけてやーって飲んでるような姿を、別に彼自身はこういう遊びですって言えばいいと思うんですけど、まあ、彼が今、まあ、その港区男子 A さんと名乗るツイッターの人も、まあ、はあこの後そういう白人の女性と三木谷さんが隠行の関係があることについても出していくというようなことをほのめかしておりますので、個人的にはちょっと期待していきたいなと思っております。